ドラマ「釣りバカ日誌に出演する浜田武史そんな彼の嫁はパリコレモデルである今回は浜田と奥さんとの出会いや馴れ初めについて見ていきたいと思います浜田武史25歳身長 160cm 役者として活躍する浜田武史だがモテない男の代名詞的な役柄が多いファッションモデルの小泉美幸さん 生年月日1979年1月28日現年齢35歳出身地新潟県血液型 B 雑誌や広告など国内のコレクションのほか2006年にはパリコレクションにも出演 A スタジオの初代アシスタント現在テレビ放送中の鶴瓶の A スタジオの初代アシスタントが彼女 当時は身長が 180cm、かっこ笑い。これが初テレビだったみたいだけど身長高すぎてテレビには向かなかったのかもね。身長差は 19cm。女性の方が大きい凹凸夫婦では芸能界随一。おまけに年齢差が11歳。こんな凹凸ってありかよ。二人の出会いと付き合い始めたきっかけは 小泉さんがそこにお客さんとして入ってきて彼女の企画外のスタイルに目が行き小泉さんが浜田さんのことを知っていて混ざって一緒に飲んじゃおうということに役者と小モデルと接点がなく付き合うとかではなくお酒飲んでいても楽しいのでお友達になりたいと思って電話番号を聞こうとしたらしいのですが浜田さんはシャイで緊張しいなので。 お酒の力を借りて聞こうとしたのですが、小泉さんがなかなか酔わなかったらしいです。番号が聞けたのは結局翌朝10時。最終的に残っていたのは、浜田さんと小泉さん2人だけ。浜田さんは、それまでに5、6回吐いて、最後の力を振り絞って番号を教えてください。ってお聞きになられたらしいです。そして 2012年1月には、第一子となる女児を出産。